こんにちは、皆さん。今日は自分が台湾に来て、すごいハマってるものを紹介したいといます。それは何と言ってもこちらです。じゃじゃん。ミルクティーですね。で、これはあのタピオカは入ってないんですけど、普段だったらこれにタピオカ入れてタピオカミルクティー。あのー、ほんと。 本当に美味しいです台湾といえばタピオカミルクティーだと思うんですけど台湾のタピオカミルクティー大体1杯100円ぐらいから売ってるんですよ100円から150円ぐらいでこれがえっと L のもうめちゃくちゃ大きいサイズこのサイズこのサイズで45元なので今でいう180円ぐらいかな大体4倍なので今の円安の影響で170円ぐらいかなであのここが僕が最近好きなところで,でアイスクラブ89 8プラス9ってところですね。政治大学の近くにあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。あの、僕、他によく行くところがカムバイっていうところと、チュンシュリタンっていうところ。でも、最近はもう本当にこのアイスクラブばっかり行ってて、まあ家から近いってのもあるんですけど、本当におすすめなので、どんな感じか、ちょっと一回また飲んでみたいと思います。いただきます。で台湾のこのタピオカとかミルクティー系は、こういうちょっと長い太いストローがあって、これを上から刺すんですよ。でもこれ、 結構力入れないと破れないんでギュッと入れていただきたいと思いますおいしいやっぱり <laughs> あのこういう飲料はもう本当に台湾の人よく好きで、まあ、特に女の子がよく買ってるんですけどなんでこれの方がいいのって言ったらその場で作るから新鮮っていうことがすごい第一番と。 あと冷たい状態で出てくるっていうのがやっぱり一番おすすめのポイントみたいです。あとコンビニとかで買うのと値段差がそんなにないコンビニのミルクティーが25元とかだとすると100円ぐらいとするとこれで140円とかなので、まあ、ちょっとお金出せばその。 コンビニとかで売ってるやつって、結局工場とかで作ったやつがそのままあの詰められてるやつなので、こっちの方が新鮮だよねっていうことで、よく飲んでるみたいです。タピオカミルクティーとかもいろいろあると思うので、皆さんもし好きなお店のタピオカのお店があったら教えてください。下に。じゃあ、今日はそんなところで。シェシェだ。じゃあ、バイバーイ。